私に直接愛を伝えるみたいなこともすごく重要なわけですよね。ショーチャンピオン の、 あの音楽番組に取材に行った時は、はい、続いてはですね、マスターさんということ。マスターさんっていうのは推しの写真を撮ってネットに写真をアップして、その写真が拡散されて推しが広まっていくっていうね、もう本当に日本でちょっとありえないようなことなんですけど、まあ、とにかく韓国ではアイドルにはマスターがいるってことで、公式よりいい写真撮る本当に。でこれ実際ドラマの題材にもなってるんですよね。そのマスターさんっていうのが、私の私生活っていうドラマなんですけど、主人公がアイドルのマスターをやっててっていう、まあ、ストーリーから始まるんで、こう韓国では結構もう当たり前の文化なんですけど、いんのかな日本でマスターさんって。いないですよね、あんまり聞いたことないんですけど。例えばさ、空港とか行った時にざわざわしてると、もしかしたらアイドル来るのかなとか、アイドルが帰ってくるのかなとか、遭遇したことあると思うんですけど、アイドルの人が韓国に帰ってくる時にカメラをこう持って、あの待ってる方たちがいて、結局それをこうマスターさんだよって教えてくださったので、本当に皆さんね、もうお仕事のように推しをこう撮って、綺麗な写真をねアップしてくださってるっていうことでね、すごい韓国特有のこれは推し活なのかなと思います。でまあそんなわけで、そのマスターさんとかがね、まあ、空港以外にもこう、まあ、いろいろライブとか、まあ、音楽番組とかでもね、こうね、写真を撮ってる人がいると思うんですけど、まあ、実際私が思ったのが、なんかこう、まあ、ミュージックバンクとか、M カウントダウンとか、人気がよとか、韓国でも何個かね、音楽番組あると思うんですけど、音楽番組に行きたい人ってすごい多いと思うんですよ、日本のファンの方で。で、その時にどうやって行けばいいのかな、みたいな思ったことがあって、でもこれって結構推し活は重要なことだと思うんです。だって、実際にさ、音楽番組行ったらさ、推しがさ、見れるわけじゃないですか。実際、あの、私も取材で音楽番組潜入したことがあって、いろいろ感じたことがあったんですけど、事前収録と、あと本放送、生放送があって、で、カムバックしたすぐのアイドル、例えばカムバックして初めての音楽番組とか1週目とか2週目とかだと、だいたい事前収録が多いんですよ。で、事前収録はもうそこのファンクラブで募集して、当選した方たちが事前にその放送が始まる前に収録参加して応援する、推し活するっていう感じなんですけど、まあだいたい皆さんファンクラブに入会されてて、で当選した人が行って、例えば200人定員だったら180人がファンクラブの当選者で、20人は当日先着20人みたいな感じで募集しているところもあったりとかして、まあこれは結構アイドルによって募集の方法とか集合場所とか違うと思うんですけど、そういうアイドルさんもいました。で、実際にその本放送で生放送見たいっていう人は、まあその M カとか人気会とかだったら、その番組の観覧募集に応募して抽選で当たるか、私があの見たのは実際にその集合場所に行って先着順で並んだら見れるっていう音楽番組もあったんですよ。で、だからこれも結構ね、番組によっても違うし、アイドルにもよって違うと思うんで、まあもちろん自分の推しがねメインなわけじゃないですか。だから推しが出る番組とかどうやってやるのかなっていうのはね、もちろんあの各々調べていただいた方がいいと思うんですけど、こう先着だったり抽選だったりっていうのがあるよっていうねお話でございました。はい。で、私ショーチャンピオン の、 あの音楽番組取材に行った時は、もう本当に楽屋がもう結構、日本とかだと結構アーティスト同士楽屋がバラバラで、すごいスタジオからも遠かったりとかするんですけど、韓国の音楽番組は楽屋がすごい隣同士がすごい間隔が狭くて、でみんなあの美容室でメイクしてからテレビ局に入るので、もう完全にスタンバイできた状態で入るんで、あんまりそんな楽屋でメイクしたりとかがないんですよ。だから取材とかも行きやすかったですし、あとはね、あのファンの方との距離がやっぱ音楽番組めっちゃ近いです。ほとんど生放送なので、もちろん推しが1位になった瞬間だったりとか、メントとかね、生で聞けるのはね、もう本当にそこだけの場だから、みんなすごくね目がキラキラしているのもいらしますね。はい。あとやっぱ一番大きい
音楽番組に出てやっぱ M カウントダウンかなと思うんですけど、 M カーの収録も実際にお仕事で行ったことがあるんですけど、 M カーは結構グローバルに外国の方もねたくさんいらっしゃったりとかして、外国人が一番申し込みやすい、観覧しやすいのが M カウントダウンらしいので、ぜひね、まあ、ちょっとあんまり行ったことがないけど M カ見てみたいなっていう方はね、一番行きやすいのは M カなんじゃないかなと私はね思いますので、ちょっとね調べてね、推しが出る日にぜひ行ってみてはいかがでしょうか。はい、はい、続いてはですね、 Weverse というアプリのご紹介なんですけど、 Weverse の推し活するにあたり、この Weverse アプリっていうのはね必須アイテムなんじゃないかなと思うんですけど、これは推しと直接こうインターネット上でコミュニケーションが取れるよっていうアプリなんですけど、なんか最近 AKB48 も参入したらしくて、こうどんどんね日本のアイドルとかもねこれから始めていくんじゃないかなって私は思ってるんですけど、韓国のアイドルはもう結構もうほとんどこの Weverse アプリをね活用してます。でまあ言ったらこうちょっとチャットみたいな感じで推しがねこういろいろつぶやいて、でファンがね返信して、それにね直接推しがリプライみたいな感じで返信くれたりとかするんですよ。でこれもほんと BTS とかもセブンティーンとかも本当に超有名な人とかもやってて、もう多分本当にこの会えない期間とかなかなかねライブできなかった期間とかも Weverse アプリがあって推しとコミュニケーション取れて救われたっていう方も本当にたくさんいると思うので、まあ、推し活するには Weverse アプリは必須なんじゃないかなと思います。今日ね紹介したその音楽番組行ったりとか広告出したりとか、あとヨントンとかサイン会行ったりとかっていう話は、まあ、やっぱこう韓国にね直接行かないとなかなか難しいところあるんですけど、この Weverse アプリはね日本からでもできるので、まあ、なかなか韓国行けないなとか、まあ、なかなか日本来てもイベントとか行けないなっていう方はね、この Weverse アプリで推しとコミュニケーション取るっていうのも立派なね推し活だと思うのでね、ぜひね活用してみてはいかがでしょうか。はい、というわけで今日は推し活入門ということでいろいろご紹介してきましたけど、まあ、私はね、まあ、本当にファンでもあるし、番組に出て実際にファンの方たちを見て感じたこととかもあって、結構両者とも気持ちが分かる立場なのかなと思って、今日はねこうやって推し活の仕方を皆さんにお話ししたんですけど、ぜひ私はこの人の推し活してますとかね、私の推し活はこれですみたいなことがありましたら、ぜひ皆さんコメント欄にお待ちしております。はい、クロン、イマン、アンニョン。